て。じゃあ実況すんだ。皆さん、コス目に書いてあった通りですね、僕右手の親指を骨折してしまいました。昨日イオン行ってエスカレーターで足を踏み外してさ、その時の親指から地面についちゃって、なんか変な方向に曲がってしまったんだよね。だからもしかしたらマリオも下手くそになってるだろうし、動画の投稿頻度も落ちるかもしれませんけど、そこんとこだけご了承ください。ということで、今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、グリムズジャストデザートかっこアトロールということで、砂漠の死神ということで。ディストピア。今日は何月何日か知ってるか。そう、4月1日エイプリルですよ。最低。怪我を嘘にするのはマジで最低だと思う。でもね、こうまでしないとみんなを騙せないかなと思って、普通にコースに入ろうとしたから絶対騙された方いるんじゃない。僕の勝ちだ。すいませんでした。仕切り直してやっていきますか。で、今日のトロールコース、グリムズジャストデザートアトロールということで、砂漠の死神ということっぽいね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78%。 で、今日はね、エイプリルフールだから、みんなも僕に嘘をついてほしい。悪口だけは NG ね。悪口だけは嘘でも僕傷ついちゃうから。なんか可愛らしい嘘が見たいなと思って、ぜひですね、コメントで僕を騙してください。さあ、ここはもう、いや、50コインの方怪しくない？上からわざわざ行かせるっていうことはね、怪しいと思う、あの50コインだから。この50コイン信用してみるぜ。開幕50コイン。今日は嘘つくの悩んだ、なぜかって、それは何万人もの人を騙すことになるから、やめようかなと。まあいいんじゃない、僕の動画ってほぼ嘘で成り立ってるじゃん。よくないよくない、そういう言い方したらよくない。他にありませんね。じゃあどうすればいいんだ。とわからないふりでもしておく。実はこのメットをかぶったら右上の方にすぐ行けばいい。さっきオートスクロールしたのが見えたんだ。さあ行こうじゃないか、マリー。行けませんね。どうすればいいんだドラえもん。こっからどうすればいいか僕は全然わかんないよ。実はこの土管の方に入れたみたいだ、さっきの操作ミスで。やっぱりそっちじゃねえか。私は気づいてしまったよ。ここでメットをかぶる、そしてブラパンを避けて右下を爆発させれば、あのドアに入ることができるとさ。俺の勝ちだ。またもおかしいって。左下怪しいな。この左下何かあるんじゃないの。何もないのか。じゃあこのメットを投げて追いかける。追いかけようか。何も来るなよ絶対に。こっからメットを投げて一緒に追いかける。さあメットよ、邪魔すんだ。何度も同じ罠に引っかかると思うだ。最近これが増してきてるとか言われてるけど、そんなの関係ねえ。俺たちはやりたいようにやる。そうだろうマリー。さあ新しい道を開拓しに行こうじゃないか。なぜそこにバネが出てくる。このドアに戻れっていうことですか。でも一旦右に行ってみようか。なんか文字が書いてる、あれがヒントの可能性もあるよ。でもメットを持って左のブロックを壊せみたいなん書いてるからさ。そしてヨロ、左上はこっちはいけんのか。なるほどね。うん、全然わかんない。なるほどねかわかんないけど、とりあえず右行ってみようか。多分よろしくお願いしますって書いてると思うんだよな。それにかけてよろしくお願いします。違うのか。わかったわかった、このメットを持って上から行けばいいんじゃない。この上、いや届かねえ。あ、足場あるじゃねえか。じゃあこの上から行けっていうことか。そんであの赤い土管に入ればいいと思うんだけど、さっき右にゴールが見えたよね。だから壁当てコーラジャンプでワンチャンゴールできるんじゃね。ちょっと一旦やってみようか。ここで壁当てコーラじゃ。もうこの場面終わらせまーす。このコース短いっていうのは分かってる。最速は1分ぐらいしかなかったからね。さあ行こうじゃないかマリー。この先には何が待ってるんだい。パイナポー。メットを投げる。そんでこのメット回収しなくちゃいけないのか。それでさっきの中間ポイントが取れるんだろう。頼むぜマリー。さあここで右ダッシュしようか。右ダッシュで中間ポイントゲット。ナイス。あ、魚。右下のさ、針のところがあるじゃん。あそこ絶対当たると思ってた。
さあどうなんで？やらしい罠を仕掛けてくれるじゃないの制作者さんよ。ジャーコが下から行くで合ってるんだ。魚は落ちてくることは分かってる。そしてドクロリフトに乗ってドアに入る。これで正解だ。下にブラパが行ってね、いると見せかけて何もいない。さあそんなの分かってるんだ。なんでそこに移動したんだい。そしてこのバレ、多分ねこの場所でオンオフをするとかそういう場所なんじゃないのか。合ってる。ここのねトラップを回避したことをマジで褒めてほしいわ。本当にオンオフが変わってくれるなんて思わなかった。じゃあ次もこのバネを上に投げるんじゃないのか。そうだろうバネ、おかえり。なんもなかったね。じゃあここはバネを踏んで左に行く。いや絶対合ってるよ。バネは僕のために犠牲になってくれたみたいだね。そしてここは本当に鍵なのかい。一旦上行ってみようか。何もない。なんだなんだ魚。あ鍵手に入ったよ。え、じゃあこれ何？鉄球とかなんじゃない？一キャップか。こういうところに優しいところを持ってきてくれやがって制作者さんよ。じゃあ僕はこっから一旦何もしない。上からなんか降ってくるんじゃない？隠しブロックはないみたいだね。いや絶対オーフ急に変わりそう。ここ急いで行った方がいい。急いで行ってみようか。このリフトに乗る。いやまだワンチャンあるよ。なんつったってこの上のリフトがあるからね。頼む上に行って。ですよね。簡単なことじゃないか。下に降りればいい。そういうことなんだ。邪魔だ邪魔だ。左に一旦おびき寄せておく。そしてこの、じゃあ右から行きたいと思います。そしてテレサが出てくるより早く土管に入っていく。さあ次の場所はどんなんだ。僕は一体何もしないよこの場所で。ザマーレーナサンボよ。僕は先に、カナダ動きました。じゃあ早めに隠しブロック出しておこうか。そしたら鉄球が壊してくれるでしょう。そんで右上に中間ポイントというのが見える。でここ急にオンオフ変わるんじゃないの。分かってんだそんなこと。だからゆっくり行くよ。見ててみんな絶対に合ってると思うから。俺らだいや分かってても今の無理じゃない。そして私もう一つ思うことがありますわ。あの中間ポイントの下絶対に隠しブロックがあるっていうことを。さあ中間ポイントこの下何があるんだい。普通に飛ばしてくれましたわ。上にも行けますわ。さあここから大ジャンプ。さあすぐ右に行こう。何も出させないよこの土管から。さあ次の場所はどんな石味を襲ってくるのか。何もしないようだ。そしてここの上に行けばいいのか。ここスピンジャンプで行っていい。本当信用していいのか。スピンジャンプですわ。やただうるさい実況になってるって。もう語彙力も何もないって。大丈夫みんな、なんでこんな動画見てんの。じゃあここでキロコ様を取ってこのドアに入っていく。一旦チビになっていくとかない。大丈夫。じゃあ僕は信じてドアに入ってみるよ。ナイスサンドイッチ。チビマリオになっていこうか。僕チビの方が。はジャンプだ。ジャンプしなきゃキロコ様は出てこない。そういうことだろう。いでよキロコ様。そしてこのキロコを取ってチビになって先に進めっていうことか。スピード勝負だね。間に合うかいマリ。いや君ならいけるさ。俺をなめるな。失礼します。失礼しますじゃねえんだよ。ここは素直に右に渡らせてくれないと思う。この左上とか気になるな。この左下もすげえ気になんない。ここは何があるの。鉄球。待て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 か。普通に進まっててくれたわ。でこのメガクッパ踏んでいいの。踏んでいいね。そしてこのねバイバイキー。だいたいペラペラは怪しいのよ。みんなが気になるって言うから言ってあげてるんだからね。みんなのこと好きじゃないんだからね。なんだお前。いやいやなってきた。酸素が全然足りないのよ。これ終わったらね3日ぐらい休もうかな住居。ナビゲートやさかな。危ねえな。もう出てこないだろうな。しつこいんだよお前らは。助けて助けてみんな。何もしたくない。この放送終わって一発マリオもしたくない。じゃあ魚かわしていこう。そしてこのドアの先にもうそろそろゴールがあってもいいんじゃない。ゴーバック。ここでピンコインがあるけどこのピンコイン取れんのかな。とりあえず読んでいこうか。ゴーバックインパイプ AT 888 888って何。チェックポイントに。あなるほどね。チェックポイント2の後から何かどっかも戻れって感じか。ああなるほど。はいはいはい。そしてこのさビッコイン取れんのかな。いや上はいけねえか。こっから上もいけないあ。なんか隠しボックあるな。
あ、なんかでも取れるんじゃないこれ。隠しブロックあるからさ、これ道になってるみたいな。いや、ここは隠しブロックはやっぱないよな。ちょっと全部取っていこうか。だからこの1枚目2枚目でしょここに隠しブロックあったら、え、取れんくない。あ、ここはないのね。そして、今2枚目でしょ。いや、ここ無理。え、これいけんの。走っていってみる。2マス飛びとかできたっけ。こっからシャカシャン。おー、うますぎるそしてこっからどうしようか。このまま一旦左行こう。このパイプの E のところは最後にするわ。そしてこの上に行って5で、これで何枚目、4枚目か。そしてあの E のところ取るわ。これめちゃめちゃうまくないかなやっぱそう簡単には取らせてくれないよな。ここちょっと時間かかりそうだからカットするわ。さあ鍵手に入ったよ。この先には何がある。実はゴールですっていうパターンもあるからな。期待してるぜ。勝っちゃったなんだったんだ今までのクローバー。さあチェックポイント2から土管に戻れって書いてたけど、あの左の赤い土管かな。あー、なんかピースイッチが鳴ったね。これはもしかしてゴールまで直行便か。いや、ナイス。砂まで出てきてくれちゃってさ。で、鍵は。オッケーオッケー絶対ゴールまで。あ、間違えた。大丈夫、大丈夫なんじゃないこれは。何もいないでしょ。オッケーオッケー。めちゃめちゃ焦った。そしてこっから戻れば何かあるっていうことだと思うんだけど、ここでオンオフはもう一回しておかなくちゃいけないのかい。何か罠がありそうだな。あそこでブラパが移動してくるってことはさ、あ、一番右か。本当に本当にここで合ってる。上に隠しブロックとかないよな。オッケーオッケー。多分ね、ゴールまで素直に入れそう。嫌な予感がする、嫌な予感がする。頼むよ、ここでチェックポイント取って戻ったらゴールできるとか、そういうパターンなんじゃないの。一旦右行ってみようか。さっきあったよな、ゴールが。頼む、やったー。いや、これでゴールできるんじゃない？僕まだ信じてるよ。信じてるよ。頼むよ。この先、新耐久とかそういうことはやめてくれよ。なんですかこれ。いや、わかんねえって。This one、これは一つ？なんかキノコがあそこにあるっていう感じなんかな。いや、全然わかんねえんだけど、これどうやってやられんの。なんかやられる感じしないよな。最初からやり直せみたいな。それはあんまりじゃない。一生やせまたこっからやん。さっきのさ、ガリガリと石味の場所、チェックポイント2の場所じゃなかった。そんなことすんじゃって僕が喜ぶだけだよそのキモいのやめろ。さあこっからだよな。さっきのヒントには一番左のガリガリのところにキノコのマークがあったから、キノコを取ってあの左のガリガリのところ行けっていうことなんじゃない。だからこの土管の上に乗って何かあるみたいな。あ、なんかあるね。ちくわー、もう全部読めた。このちくわブロックに乗って左を出発、そうして土管に入れっていう感じだね。そしたらゴールはまだですか。こっから何が変わってる。右に行けばいいっていうことだね。この土管の先には何が待ってるんだい。ゴール待ち遠しいよ、ジージー。お願いします、ジージー。本当にゴールで会ってくれ。どうなんだ。何もしないでいい。バカだ何もしないでいい時のキル率は 90% なんだって。じゃあここはすぐこの場所に行く。魚は出さない。ジャンプでいいのか。ドッスン、どっちに来るんだい。危ないな。さあこのドッスンを一旦左にやってすぐ右に行く。そしてこっからジャンプすればゴールができるんじゃないの。隠しブロックはないみたいだ。頼む、素直にゴールさせてくれ。ここから前に向かってジャンプ、やったー今さ、バーの右のところなんか隠してなかった。奥がなんか隠してんだろうな。そして左に落とすみたいな。いや、めちゃめちゃ危なかった。舐めるんじゃないわよ、制作者さん。僕はそんな手にたまたま引っかからなかっただけだよ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ、ピオキングさんオープニングアレンジコースお届け物ということで、説明文にね、ピオキングさんのオープニングを自分なりにアレンジしてみました。ズルはできないはずって書いてるんだけどいや、これね、知ってる方は知ってると思うんだけど、僕よくこれオープニングっていうのを作ってて、その時にね、こんな感じで大量の敵を乗せたオープニングを作ったのよ。それをこのわらびさんっていう方がアレンジして作ってくれたみたいだね。いや、めちゃめちゃ面白そう。どんな感じに作ってるんだろう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。
まさかの場合、まさかのあれがコースになるとか思わないじゃん。まあ意外とコースにはしやすいような見た目してたけど、それじゃあスタートって書いてますね。いや、どんな感じなんだろう。本当に楽しみすぎてしょうがない。長さとか全然わかんないんだけど。あー、なるほどね。あ、夜ステージなんだな。意外と優しい優しい。これね、夜じゃなかったら結構速いテンポで運ばなくちゃいけないから難しいと思うんだけど。なるほど、土管がどんどん邪魔してるっていう感じね。そんで、これを運べばもう終わり。意外と簡単そうだな。いや、しかしさ、キモいな。何回見てもさ、これはキモいよ、この大量の敵は。そしてここに落とせばいいのかな。自分が降りるみたいな。あ、どっちなんだろう。これで鍵は手に入ると思うんだけど。いやー、わかんねえな。一旦下降りてみる。いや、危ない危ない、下降りん方がいいばい。あー、なるほど、これで鍵が手に入ったね。っていうことは下に落としていくようなコースか。いや、中間ポイントまでくれてるのは優しい。難易度的にそこまで難しくないんじゃない。そんで今度はオープンブロックがあるのか。いや、きっちこのオープンブロック乗せたらどうなるんだろうな。もう希望しか言えないわ。まあこれはね、ゆっくり運んでったら全然難しくないようなコースでしたね。まあクリア率で言えば 10% 以上はあるんじゃない。いや、ここちょっと難しいよ。どうする、どうする。ここでこういう風に、あうわ、今のところちょっと難しいね。正直ね、光栄ですよ。僕のあのクソみたいなオープニングがこうやってコース化されるなんてさ。じゃあここはどうすれば。あー、なるほどね、これオープンブロックの上乗せていいんだな。そしてその後自分で運んで、え、ちょっと待って、左に行って、左じゃん、左に行って、もうカオスすぎ。あ、ほら、あ、なんかちょっと離れたよ。大丈夫、あの左の敵たちがさ、鍵持ってないとか、それだったら終わるんだけど。やめてー。僕さ、いつもサムネ一発マリオしてると思うんだけど、今日のサムネめちゃめちゃキモいことになりそうだな。あ、見えた見えた、ここは全然楽勝でいけると思う。さあ、ここでしっかりと右に運んでいく。このままもう一回ジャンプしようか。そしてここで鍵は手に入れられると思うんだけど、あと1回ぐらいあるんじゃない。今チェックポイント1個でしょ、残り1個。まあ、最終的にめちゃめちゃ難しいあのウーバーイーツ系が来ると思うよ。さあ、ドアに入っていきましょう。チェックポイントちょうだい。チェックポイント2は、あ、GG。 え、もしかしてこれで終わり。意外と簡単だったな。オッケーオッケー、最後の何なんだこれ。いや、本当にすごく楽しいコースでした。わざわざ作ってくれてありがとうございます。まあ見た目はキモいんだけど。自分で作ってるんだけどね、これを。まあよくですね、僕のオープニングコース化してくださいっていう意見が多かったから、ぜひこのコースを遊んでみてはいかがでしょうか。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。